ビデオダイアリー、メイ y フィフティンス、ツーサンシティン、バイ、ヒロジャパン。ビデオダイアリー、2016年5月15日、ハヤシ、みなさん、こんにちは。とっても素晴らしい季節になりました。えー、今日の、ってますか、ビデオダイ,ダイアリーを送ります。 ある賢者はこういう言葉を残しています。幸福な家庭は皆同じに見えるが、不幸な家庭は皆違うと。どういうことかというとですね、幸福そうな家庭というのはみんなまあ一様にまあ同じように見えるということですよね。しかし、不幸な家庭というのはそれぞれも千差万別で,でしてね、まあ、理由も原因も、そしてその家庭の在り方もですね、 まあ、みんな違うってわけですね。まあそう,、まあ、そういったことを表現したわけですよね。でまあ、この格言をしてからもう16年近くになるんじゃないかと思いますけどもね。あのそういったことを、そういった格言を集めてよくエッセイを書いてたものですから、まあ16年ってことを覚えてるわけですけどもね。で、それから 16, 16年経ってみまして、その格言を、って言ますか、今振り返ってみますと、やっぱりそうだなと。まあね。 時の流れの中でいわゆるもなんて言いますかあ熟成された状態でそうだなと、まあ、そういうふうに思います幸福な家庭はみんなよく似てるけども不幸な家庭というのはみんな違うというわけですねで、まあ、私はですね、まあ、実はあのこの界隈の町内では、まあ、一番の古株でですねそれで私がこのいわゆるも団地に入った時には、まあ、第一号 的な存在でしてねで、まあ、近所には家は一軒もありませんでしたし、まあ、全体になだらかな小山の上になって,小山になってますしてその,、まああの一番高いところに私の家があるわけですけども、あの家を建てた頃にはですね、はるかかなの西の方から、はるかカなたの東の方までね、眼下を新幹線が途切れることなくずっと見えていきましたからね。 まあそれくらい、まあ、のっぱらの真ん中に住んでいたわけです。それで、まあ、その頃はですね、あのまあ自治会というのもありましたんですけども、それこそ、の、歩いて、そうですね、10分以上歩いていって、初めて、優等街道というまあ街道に出るんですけども、それから、その界わの、いわゆるまあ農家の人たちのまあ自治会といいますか、班に入ったわけですよね。で、まあ、そこ、まあ、ですから、回覧板なんかも、まあ、あの、 はいまあ、大変な思いをしましてねあの、行き来した覚えがあります。まあ、そういった感じだったんですけども、その後ですね、どん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 家が増えまして、今ではこの辺りだけでも二十何班っていうぐらいね、あのまあ、いろいろ班に分かれているわけです。で、まあ、そういった古株だ本ですから、まあ、どういうわけだかといいますか、まあ、自治会、それから子ども会、まあ、いろんな会を、まあ、立ち上げてきたわけですよね。 いろんな仕事をさせていただいたんですけども、い、ま、ろ、あ、んな相談も受けるようになったわけです。で、こういう話を聞いたんですね。ある人なんですけども、まあ、その方をですね、まあ、X さんとしておきます。で、まあ、同じ町内の方ですから、あのまあ、詳しくは話せませんし、どのようにね、あのその人とわからないように話そうかななんてね、今ふ、ふっとってません思ってるもんですから。あー 多少話がね、なあの言っておくうちに矛盾してくるかもしれませんけども、まあ、要するにその X さんという方はですね、あの戦時中に多あな青春を送られたわけですね。で、その方はですねあの、実はお姉さんがいらっしゃったんだそうですけどもね、あのお姉さんがいらっしゃって、で、まあ自分もその弟,弟として生まれ育ってきたんですよね。で、ところがですね、その X さんという方がですね、小学校入るくらい前だったと思うんですけども、お母さんがね、そのお姉さんと X さんを今風に言えば捨てて、まあ、駆け落ちしてしまうわけですね。まあ、今風に言えば愛人ができたということになるわけです。で、それがまあきっかけでお父さんがそのお姉さんと X さんを連れて、まあ、近隣の町に住んでいらっしゃったみたいですけどもね。あの こちらの方へ引っ越しておいで、なったわけです。でその時に、そのお姉さんと子供がですね、まあ、いわゆるお父さんの兄弟ですね、おじ,おじになるわけですね、おじにまあ預けられたという感じで、まあ、お父さんの元からも離れてしまうわけです。で、お父さんはその後まもなくして亡くなったという話を聞いています。ですから、そのお姉さんとエクさんは大変まになっていますが、環境的には恵まれないといいますか、不幸な家庭、 をまあ、経験なさったわけですよね、まあ、そういった過程なんですよねそれでその、お姉さんがいたんだけども、そのお姉さんはどこかへ行ってしまわれたということだったと思いま、ね、あの記憶をいろいろたどってみるんですけども、い、ま、ろ、あ、んな話を聞いてたんですけどもね、そのお姉さんは,あのは、まあまあ、別のところに、まあ、今ふに言えばもらわれて行ってしまったわけですね。でたまたま戦時中ということもありまして、あの食べ物も,もなくてとていうような状況で、まあ、やはり、 まあ、そういった状況だったんですね。それで、その X さんは、おじのうちで、お、え、じ、ーまあ、によって育てられて、で、今でいう、まあ、高校を出て、そしてあの、終戦を迎えるわけですよね、まあそ。そういった年齢の方なんですよね。で、就職って言いますか、その当時はなくて、今でいう、まあ、この辺からね、ちょっとあの話をいろいろ変えなくちゃいけませんけども、いわゆる、拘置所ね。 の刑務官になったわけです。刑務官の、な何ていますかね、常習のような感じだったと思うんですけどもね、いわゆる刑務官になったというふうに聞いてます。それで、その後はね、いわゆる普通といいますか、サラリーマンになって、それでその後、奥さんと結婚して、それで、 まあ娘さんが1人できるんですけどもね、あのまあ、1人娘ってことになるわけですね。そしてまあ現在に至っているということなんですね。で、まあ、そのこの話の続きはまた後にしますけども、あのまあ、そういったその幼児期、少年期、そしてまあまあ特に戦時中であったということもありましてね、いろいろと不便,不便というか。 思うようにならなかった部分、まあ、特にあの終戦の直後の日本というのは、本当に混乱状態でしたしね、この浜松も空襲空襲にやられて、もうあの町の中心から、ね、1 8キロ離れた先の,あの川まで見えたというぐらいですからね、天竜川という川があるんですけども、その浜松市内のやや小高い丘の上からは、もう一望にあのいわゆる天竜川が見えましたよなんていうぐらい、焼、まあ、け野原になってしまったわけですね。 まあ、そういったその貧しい時代を経験なさったわけですよね。でそれは一応、まあ、私よく時々言うんですけども、戦争そのものという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけども、戦争は戦争なんで、それはあの本当に経験しちゃいけないことなんですけども、あのそういった長い何でも続くような戦争を経験しますとねその、いわゆる家族関係、家族形態、そして親子関係、まあ、いろんなところにが破壊されるわけですよ。その破壊って言いますか、歪みって言いますかね、 あのによってその後遺症のようなものがあのずっと残るんですね。その後遺症の方が実は私は怖いと思うんですよ。で、その X さんの話から少し離れますけども、例えば私の父なんかもおやですよね、あのいわゆる、まあ、二等兵で台湾に行くわけですよ、ね。その台湾でアメリカ兵が見えるような指距離でですね、銃撃戦になって、そして、 腹、ね、に2発貫通銃創と言いまして弾が抜けてるような負傷、まあ、兵になるわけですね。まあ、その後不祥負傷兵として、まあ、日本へ帰ってくるわけですけども、まあ、そういった経験をしているわけですね。でまあ、父はそれで、まあ… まあ不祥兵になったことが原因なのか、それともよく分かりませんけれども、日本へ帰ってきて、そしてまあ終戦を迎えるわけですね。その後まあ私が生まれるわけですけれどもそのそ、それだけじゃないと思うんですけれども、まあ、今となってはもう、 父にその気持ちを聞くこともも、できませんけれども私が3歳か4歳ごろからですね、徐々に徐々にこう酒に溺れるようになりましてね、えー、深炊きをして、そしてその、まあ、もともと酒の強い人ではなかったんですけども、まあ、酒を飲んで、そして普段は学者肌の親切で優しい父だったんですけども、酒を飲むとね、人が変わりまして、そして、その、まあ、いわゆる主乱ですよね、暴れたわけですね。それがまあ3日か4日おきに、あのまあ、そういった。 そういった修羅場を経験したわけですよね。で、当時私はそういった父を理解できなくて、その、なって言いますか、父を恨んだり嫌ったりしたこともあるんですけども、えー、まあ、父にしてみればね、あの戦後すべての価値観が180度をひっくり返ってしまったんですね。それはある意味で大変なことでして、まあ、あまり人、人間があまりそういうことを経験するのはよくないんですけども、いわゆる,いわゆる自己否定。 まあ、自,己自己否定から自己崩壊へと、まあ、行ったわけですよね。それまではあのああ、いわゆる、まあ、新国日本、天皇、天皇といって、まあ、命まで捧げてきたのにね、それが戦争が終わって敗戦国になった途端に、あんたは間違ってたという、まあ、ふ風に、まあ、誰かに言われたわけじゃないんですけども、結局そういう風に追い詰められたんじゃないのかな。 というふうに今にして思うと私はそう感じます。そういった中で、まあ、父は酒に溺れるようになったんじゃないのかなと思うんですよね。で、だん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 ひどくなったというふうには聞いてますけども、とにかく私がもう4歳、5歳頃の時にはもう先ほど言いましたように、えー、3日か4日おきに近くの酒屋でね酒を飲んできまして、そして別人のように大声出して暴れたり、まあ、今でいうとね、あのうつ病のような感じではなかったのかなと思うんですけどもね、あのまあ、人が変わったように、あのいわゆる、いわるまあ、 いろんな不満があったんでしょうね。それをまあ爆発させていたということになるわけです。そういった状況の中で、まあ、私も影響を受けましたし、それからあの兄も影響を受けましたし、ということで、あのまあ、今いわゆるまあ不幸な家庭ということになるわけですね。はたみには、て言いますか、今になってね。 まあ近所の人がいいところを立ちに会いますと、ひろちゃんは幸せそうだったよということを言いますけども、まあ、実際にはあの私の心というのはいつも落ち着かなくてね、まあ、家庭が家庭としての機能を持ってないというか、家庭として機能してませんでしたからね、まあ、家庭というのはまあ心を休めて、体を休める場所であって ということになってますけども、まあ、そんなことは全然ありませんでしたからね、私の場合。ただ、救われたのは祖父母が近くにいたことです。おじいちゃん、おばあちゃんがいたわけですね。で、大変優しい祖父母でですね、まあおばあちゃんの方はどちらかというと、ちょっとこう、まあ、ひステリ持ちのような感じのところありましたけども、特にあのおじいちゃんには考えられましてね、いつも寒いときなんかはおじいちゃんの布団の中に入って寝てたというような経験もありますから、まあそういった環境の中で、 自分は救われたんじゃないのかなと思いますけども、そういったその後遺症というのがまあ残るわけですよね。で、あのまあ、その不幸にして不幸な家庭、まあ、いろんな今言いましたように千差万別と言いますか、本当に私も教育バターをね、40数年間歩いてきましたけども、本当に不幸な家庭というのは、まあ、 一様ではないですね。それぞれもう全部事情が違うんですねあの。不幸な家庭というのは。それでその、いわゆる、まあ、一つの方程式で、ああのいわゆる、まあ、その一くりで、まあ、提携ができるというようなものではないんですよね。ですから、まああのはい、でそこで重要なことはですね、でその家庭が家庭として機能していないということになりますと、まあ、今風に言えばですね、発達心理学で言えば、いわゆる、まあ 母子関係、特に母子関係で構築される、まあ、基本的、いわゆる,、まあいわゆるまあ、関係ですよね、はその育たないわけです。いわゆるベースができないわけですよね。でそういった経験というのは、まあ、今度逆に今度は私がその教える立場といいますか、教育者の立場で経験しているわけですよね。でそのいわゆる 基本的信頼関係っていうんですけども、その基本的信頼関係、まあその言葉、役が適切かどうか分かりませんけども、要するに、その子供というのは絶対的な安心感の中で、絶対的に、まあ、なんて言いますか、自分をさらけ出せると。じまあ、要するに、自分をさらけ出すということができるかどうかということは一つのポイントなんですよね。要するにまああの いわゆる自分が自分らしく生きられるっていう、その、なんて言いますか、その安心感ですよね。それがあの子供にとってはまあ必須なんですね。イセンシャルなんですね。それがあるかないかによって、子供の,その心的発達にですね、心の発達に大きな影響を与えるわけです。でどういうことかと言いますと、その例えばね、うんちしても、迷、ま、路、あ、を執行しても、 まあ、お父さんお母さんがね、ニコニコ笑ってダメよっていう感じだと、子供っていうのは安心できるわけですね。それがそ,のそうではなくて、いつだったらこんなことをやめるのーって言って、お母さんが怒鳴ってしまったりすると、子供は行き場所をなくしてしまうんですよね。ですから、そういったその基本的信頼関係っていうものが、まあ、0歳から2、3歳ぐらいまでの時に、 この構築されるわけですよねそれがないと、やっぱりこのいろんな症状が出てくるわけですよねで。それについては以前にも言いましたけども、例えばあの暴力的に出たり、あるいは服従的に出たりっていうことが出てくるわけですよね。で私の場合もそういった意味では、あいわゆるまあ、先ほど言いましたように父がですね、将英軍人として帰ってきて、それでその、まあ、 酒に溺れるようになったこともあって、まあ、父と母の間の関係もぎくしゃくしてきたと思うんですね、今から思うとね。で母にしてもなてますか、今風のね、それこそ本当に、えー、なんて言いますか。 幸福な家庭というふうにはいかなかったですね。それは今の,そのアメリカ映画に出てくるようなああいうまあ幸福な家庭ということはなかったですね。まあ、むしろほったらかしでね。まあ、当時はみんなそうだったと思うんですけどもね、私の段階世代と言われてますけども、単突にこの子供が多かった時代なんですよ。もうヨがだになるともう通りからキャッ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 キャキャと子供の声が聞こえるのは当たり前の世界だったんですよね。ですから、ほったらかしというのはまあいいか悪い,いかは別にしています、あ。 私の場合は、まあ、かえっていいふうに採用したのかもしれませんけどもね、まあ、ともかくそういう家庭環境の中で、えー、自分はその幼児期、少年期を送ったわけです。でそれが、まあ、いいか悪いか分かりませんけども、ともかくも私はそ,の、まあ、そういった意味ではね、父、知事母に、 まあ手をかかけられたととといいいうう経験は、まあ、ほんんんどななじゃないかと思うんですよね前にも言いましたけども、家族旅行なんてものは、ね、今じゃ皆さん毎週のようにこうなさっている人もいらっしゃるみたいですけども、私の場合は小学校6年生まで1回でけかなんですね、家族旅行なんてものはあのー。それも前にも言いましたかね、伊勢参りなんですよね、伊勢参り。<laughs> 伊勢参りましてね、その兄と姉と私とで父と母で5人で初めて家庭に 家族旅行というものをしたんですね。それが私が小学校6年生の時だったんですよ。で、あの、おかげ横丁が、まあ、当時は旅館街のようになってましてね。で、2階が大きな部屋になってましてね。みんながこの雑魚を寝てますかア相部屋で3、40人が、まあ、大きな部屋にみんなこう寝て、そしてまあお医者さんに参ったわけです。で、その夕方もですね、実はですね、父が酒を飲んでしまったんですよ。あのー、まあね、あのー、当時はあのー、 店の先でみんながね、サザエを焼いてましてね、今でもあの匂い覚えてますけども、そういうものを匂い嗅いでね、まあ、いっぱい酒飲むってことは、やっぱり、ね、そう私は酒1滴も飲めないんですけども、あの、お,おいしいだろうなということは分かったんですけども、その夜、まあ、夕方ですね、父があの、まあ、旅館に入った後ぐらいに、どっかで酒を飲んできてし,ましてしまいましてね、そうしてまあ酒を飲むと先ほどみましたね、人が変わっちゃうもんですから、旅館にわわわわわやりだしちゃったんですよ。 それで母もそれをつながってね、その夜のうち、また、あ、はその夜のうちにね、あの母と私と姉と兄の4人,を、えー、<laughs> 4人はですね、医者から帰ってきちゃったんですよ。電車を乗り継いで、ね、帰ってきちゃったんですよ、まあ。そういった苦い経験があるんですけども、まあ、その家族旅行っていうのは、本当に今思い出してみてもないんですよね、私の場合は。その代わりも私たちの世代っていうのは、あの えー、町内のね、子供会っていうのが大変あのそういった意味では活発に活動してましてね、そしてその春だとか秋には子供会であちこちみんなで旅行に行きましたね、えー、潮干狩りに行ったり、海水浴に行ったり、キャンプに行ったりということはしましたけども、ともかくも家族旅行っていうのはなかったですね、あとはまあ、祖父、祖父、おじいちゃんね、それからおばあちゃんに連れられて、まあ、日帰りぐらいでね、あちこち行ったということはありますけど、まあ、その程度だったんですよ。それでまあ、人間っていうのは面白いんですね、その今から思うとね、そんな、 粗末で言いますかあ、幼児期で少年時代で不幸だなっていうふうに、は、ま、た、あ、から見ればね、あくまでも幸福か不幸かっていうのは比較の問題ですからね、もっと言うと相対的な問題ですからね、ですから私自身はそういった家庭環境にありながらも自分が不幸だなんてことは思わなかったし、 大体幸福不幸という考え方そのものはしませんでしたからね、それが私にとってはすべてであり、その中で生きてきたという感じがしますね。で、今から思,今から思うと、いや、不幸だったなというふうには感じがしますけどもね。で、やはりまあ繰り返しになりますけども、先ほど言いましたように、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんが、ね、同居してて3世代同居家庭だったもんですから、おじいちゃん、おばあちゃんが、ね、優しくて、で、おじいちゃんがいつも僕を、私をですね、あの可愛がってくれましたし、 まあお小遣いがね、おばあちゃんに頼めばあ少しはいつもね、あの出たもんですから、そういった中で割,割とわがままであのやりたい放題に、まあ、生きてきたわけです。で、そうした自分を振り返ってみますとね、やっぱりこのどこかにこの心の歪んだ部分があるんじゃないのかなというふうには思いますね。それは、あの、まあ、いろんな、私はあのその自分のことをこうやって話してますけども、あの、まあのまその当時の まあ私たちの戦後のね、あれは戦時中の人みんなそうだったかもしれませんけども戦後の世代生まれた世代,世代でまあ戦時中それ以前の封建時代の、まあ、いわゆる意識というものを、まあ、色濃く引きずっていたわけですよねですから例えば例えばです、ね、女の子と遊ぶということは私の子供時代にはありえませんでしたし考えませんでしたね当時子供の頃女の子と遊ぶ人 やつはね、やつって言ってましたけど、女たらしたということでね、もう絶対にこういろんなこと、いろんな遊びをしたんですけども、女の子と遊ぶということはしなかったですね。それはまあいいか悪いかというと、今から思うと、女の子の気持ちは未だに分かりませんのでね、私のワイフの気持ちも未だに分からないような状況ですから、まあ、要するに小学校6年生ぐらいまではとにかく女の子、まあそれ以後もないですね、女の子校高校,高校を卒業して初めてあのクラスの同級生とね、一緒にキャンプ、 キャンプをしたりということをしましたけれども、そ,うそれを、このぐらいまで女の子と遊ぶということは、まあ、ありえない、えー、ことだったんですよね。そんな私でもですね、今から思い出しますと、まあ、自分の心の歪みというものをそのいろいろとこう探ってみますとね、小学校3年生の頃、あの小学校3年生というのは、いろんな意味で天気なんですね。それまでの幼児期から少年期移行する、いわゆるまあ中間半空期を過ぎて、まあ 少年系と入ってくるわけですけども、そしてまあ思春期前夜を迎えるわけですね。小学校3年生、4年生ぐらいからね、まあ、いわゆるまあ性的な方面にまあ興味を持つようになるわけです。ですから、そういった意味で大きな変化を迎えるのがやっぱり小学校3年生だったんですけども、その頃なんですよね、えー、一人おばが、まあ、いましてねあの、縫い物が、縫い物というかあの、布を切れでね、いろんなものを作るのが上手だったんで、ある日、そーっと頼んだ覚えがあるんですよおばちゃん。 あお人形作ってくれないって言っていたら、まあ僕の、私のことですからね、僕僕なって言いますけど、私のことですからね、本当に今から思うと、本当にこうまあ本当に崖から飛び降り,降りるようなつもりで、えー、頼んだことがあるんですよ。そしたらおばちゃんがね、あの人形を作ってくれたんですよあの。布切れでね、綿入れて、そしてその人形をね、私に届けてくれたんですね。で私はそれを人形がね、私にとっては宝物になりましてね、しかし、そんなね、先ほど言いましたように、 女と遊ぶやつは女たらしだなんてね、まさに男尊女卑の塊のような世界で、えー、自分はその育ってましたからね。ですから、私にとってはもう本当に秘められた、まあ、遊びだったんですよ。しかし、その人形さんを抱いてね、夜寝てた、毎晩その夜抱いてね、お人形を抱いて寝てた覚えが今でもありますね。 まあそういったところから考えてみますと、やっぱりどっか私の心は歪んでたんだなというふうには思いますよね。それからまあ一般論としてはですね、そ,のそういったふうにまあいろんなまあ人形を持つことについてはいろんな意味があるんでしょうけども、まあ、私の場合は愛情けがと言いますかね。 愛情不足と言いますか。それが原因でそういうふうに言ったんじゃないのかなと思いますね。今から思いますとね。それは当時は分かりませんでしたけどね。ただ、寂しかったから、おばちゃんお人形作ってって言って、まあ頼んだらおばちゃんがそのお人形を作ってくれたわけですよね。で、それを私は大事にして、毎晩大抵寝てたということなんですよね。それは小学校3年生ぐらいの時なんですね。で、もう一つ私は自分自身の心が歪んでるなって感じた。それはその時は思いませんでしたけど、その小学校5年生の時ですね。 A さんっていう女の子がいたんですよ。で、A さんっていう女の子がいましてね、この,の子、その子はね、どういうわけだか気になって、気になって仕方がないんですよね。それで、それはまあ今から思いますと、思春期入りましてね、その異性が気になるってことなんですけども、そうじゃそんなことは分かりませんからね。ところが、自分はどういうわけだかその子のそばにいたいし、話したいんだけども、その A さんの前へ来ると、自分の中の邪悪な自分が出てきちゃうんですよね。 あれは、ちょっと、歪んだ、その、自分じゃないかなと思って,きて、例えば、廊下ですれ違いますよね。そうすると、わざとね、シャンクして、その、冷たく、ちゃんと歩いてみたりね、ってことをやったんだ、だったんですね。で、ある日のことですね、その、A さん、<laughs> そう A さんでの面白い話があるんですよ。それで、A さんがですね、A さんにお兄さんがいたんですよ。 で中学生がそれぐらいだったんですね。で、A さんのお父さんは中学校の先生になさってましてね、まあ、それもよくしてたんですけども、まあ、とにかく A さんのことが気になりましてね、A さんのことをよくしてたんですよね。そしたらその姉さん A さんがね、ある日あの作文を書いたんですよ。それでその時にね、その題が面白いんですよね。私の兄はハム。 っていうまあ、ね、タイトルの,だあの、えー、作文を書いたんですよ。で、私はあのハムっていうのはですね、あのほら、肉で作ったソーセージハムのハムね、あれをしか知らないものですから、それでドキッとした覚えがあるんですね。で、あの,、まあの、まあ、ハムっていうのはですね、A さんが作ったハムっていうのはですね、いわゆるまあ当時はですね、トントゥ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 ト,ントゥト,ントゥってって、いわゆる無線のハムのこと言うわけですよ。 それをやってたんですけどもね、私はそれ知らないもんですから、その A さんがね、私の兄はハムなんてね、そんなあの作文を書いたもんですから、びっくりしてね、え、あの子のお兄さん、ハムだって言ってね、俺、本気にそのぐらいまあ気になってたもんですから、本気で心配したというか、本気でびっくりした覚えがありますね。まあ、普通の、っていまですか、何も関心のない人であったらね、まあ、聞き流して終わったわけですけどもね、まあ、それはいいんですけども、ある日ね、A さんが教室にいなかったんですよ。 で今でもあの日のことはよく覚えてるんですけども、後ろの方の席でね、A さんが座ってて、そう、ね、全廊下側から2列目ぐらいの席だったと思うんですね。そういういなかったんですけども、で、A さんの、まあ、机の上を見ましたらね、えー、ノートが置いてあったんですよ。で、まあ、そのノートを見てね、 私、どうしてああいうことをしたのか、いまだにもよくわからないんですけども、やっぱり自分がそれだけ関心を持っているのに、多分ですよ、その相手の A さんの方は私に全然関心を持ってくれない、私にきゅ、ね、あの注意してくれないということがやっぱりむ,むしゃくしゃしてたのかもしれませんね。で、その A さんのノートに、えー、私が持ってた鉛筆かどうかはお忘れましたけど、それでその1ページ、ぐちゃ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 っとこの、あのー、まあ、今よる落書きをしてたんですよ。それで、 それで、まあ、私はそんな悪いことをしたという気持ちはなかったんですけども、やっぱりこう、なんて言いますかね、あの、時期のそういったその少年の複雑な気持ちっていうのがあったんでしょうね。で、その後ですね、A さんがあの部屋へ戻ってきてね、そのノートを見て、そして、まあ、私が記憶に残っているのは、その A さんがね、そのノートを見て、シク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 泣いてたんですね。で、それの時にね、その私のそれを見た時にね、 なんでお前はそんなことしたんだって言って、その自分を責める気持ちと、それからもう一つはやっぱり今でも覚えてるんですけど、ざまみろっていうその嫌な自分がね、二つこう混在した気持ちは今でもはっきり覚えてますね。いわゆるまあその頃、A さんに恋心を抱いていたんだろうと思うんですけども、自分には恋なんてわかりませんからね。 あの当時、まだ小学校5年生ですからね。ですから、まあ、そういったその複雑な、屈折したその気持ちが、そうした、まあ、いじめといいますか、いじわるな行為に、まあ、出たと言いますか、私をして走らせたということになるわけです。で、そのにまに、まあ、それはそれで終わったんですけども、まあ、その後先生に多分叱られたと思うんですけどもね、そういうことはあまり覚えてないんですよね。まあ、しょっちゅう叱られてましたから。まあいいんですけども、それで叱られて、うーこぴとく、まあ、ひどく、その時は5年生ですからね、 K っていう女の先生だったから、あの先生は優しい先生でしてね、本当に優しい人で、まあ,あの、まあ、いいんですけどもあの、優しい先生だったから、そんなにひどくは叱らなかったと思うんですけど、ともかくも叱られたような感じ気持ち、教科はどこかにありますけども、それは覚えてないんですよ。ただ私が今覚えてるのは、そのノートを見てね、その A さんがシク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 泣いてるのは覚えてますね。それが私のその、まあ、そのいわゆるまあ 心が、なってますか、歪んでたって言いますか、いじけてたその自分だったんですよ。で、その、なぜそういうふうに自分がしたかというと、まあ、いろいろ解釈ができるんですけども、ともかくも普通はそんなことしませんよね。まあ、皆さんね、まああのえー、いわゆる愛情豊かでね、落ち着いた静かな家庭で育った人は、そういうことは考えませんし、そういうことはしませんね。それはあの、今私がじ、まあ、子供の世界を見ててね、そう感じますね。やっぱりそういうことをする子供っていうのはですね、やっぱりかなり心が歪んでるというか、 ます。いわゆる、まあ、普通でないということですよね。で、私は、まあ、どうしてそういうことをしたかっていうので、まあ、いろいろ探ってみますと、やっぱり。 先ほどのね、お人形の話ではなりませんけども、やっぱり愛情、飢餓、愛情不足というのがやっぱり慢性的に続いていてね、そしてそれが思春期の,あの心の変化に、まあ、うまく対応できなかったんじゃないのかなというふうに考えています。まあ、要するに冒頭の話に戻りますけども、幸福な家庭というのは、まあ、みんな一応に見るけども、不幸な家庭というのは、まあ、みんなセンサー万別だということは、その不幸なこと,ことの内容によって、まあ、それぞれその心に、まあ、いわゆる影響を与えて、それが、その、 そうしたそのいろんな症状とって出てくるという意味でね、それは本当にこう人によってみんな違う。例えば同じような環境でもあの全く違ったそのなってますか症状が出てくる場合もありますし、同じその兄弟でも全く正反対の、ね、症状が出てくることがありますから、そういった意味で不幸な家庭というのはみんな違うんだよということになってくるわけです。まあ、それで、そういう私ができてきたわけですよね。 それで話をずっと戻しますとですね、まあ、いわゆるその、そういった自分というものが、まあ自分であって自分でないと言いますか、作られた自分というのはやっぱりあるわけですよね。まあ私の場合、まあいい面もあるだろうし、またそういった悪い面もあるわけですけども、そういった自分というのが、そういった生まれ育った環境の中で作られていくということですよね。で、私は最初の話に戻しますけども、今のまあそ,のそういったその、 まだ、ね、のっぱらの真ん中で、えー、家を建てて、そして、まあ、この辺りでも最長老、最長老となって,なんてったんですかね、古株ですよね、いわゆる、まあ、あの団地ができた直後から住んでいるという意味でね、古<う>、まあ、株なんですけども、そういった中で、まあ、自治会の仕事、子ども会の仕事を、まあ、ほとんども,もう、 欠かさずやってきたわけけですけどここ10年ぐらいを遠ざかってますけども、それをやってきたわけですけも。もそういった関係の中でね、まあ、近所の人のまあ苦情と言いまますかか相談なんかもまあ受けると言いますか、あの聞くようになったんですね。で、そういう中でですね、その、まあ、ある方ですよね、その方って、はっきり言えば、その X さん、冒頭にあげましたね、あの大変、まあ 客観的に見ても大変不幸な家庭に育ったと思われる X さんですよね。いわゆるお母さんが愛人と一緒に、まあ、愛人と一緒にというか、いわゆる駆け落ちしてしまったと。お父さんは、まあ、それでそれが原因で、まあ、浜松へ戻っておいてなってね。で、でまあ、この辺の、まあ、あのまあまあ、そういうと、まあ、わ,っちゃわかっに、まあ、とにかくその、そういった、まあ、とにかくその、はい。ということで、この、 あたたりににやがて住んでで来られるようになったわけですでその X さんの家の周り、まま、前にねちょうどその X さんの北側にですね、えー、これはまあ A, A さんに、まあ、先ほど A さん使いましたからねじゃあ今度は Y さんとしていきますね <laughs> その X さんの裏側に Y さんって人がいらっしゃったんですよでその Y さんがですね X さんの嫌がらせに大変苦しんでいうか、あのー 悩んでおられたわけですよねで。その Y さんが時々私のところへ来てね、まあ、町内ってか同じリンポで、林って言うもないんですね。あれね、藩が、藩は違うんですけどもね、とにかくまあ今は藩が違うんですけども、ね、当時はまあみんなこの辺全部一つの藩だったんですけども、今は藩が違いますけども、その Y さんが私のところへやってきて、まあ、あれこれ相談なさるわけですよね。それでその、まあどういうことかというと、まあ、とにかく意地悪な人なんだそうですよ、その X さんがね。 でどんなことをするかというと、ちょっと想像もつかないんですけども、例えばですね、あの、まあ、例えばねあ、まあ、マムシね、マムシ、蛇の毒蛇、あれをどこかで捕まえてきて、そして私の家の方に投げ込むんですよって話から始まってですね、それからその、Y さんが出かけてるとですね、あの、パチンコね、あの、ゴムパチンコ、あれでその、パシッと打って車の窓を割っちゃうとかね、そういったことをなさるってわけですよ。それでその、 私もそんな、ね、あのことは、へえー、ってな感じで、本当ですか本当ですかっていうことで、まあ、指示をしたと思うんですけども、しかし、まあ、Y さんは証拠はないけども、X さんがやってるってことは、私は分か,る分かってるっていうんですよね。まあ、とにかく、もう、そうですね、意地悪に意地悪をするんですね。それも、あの、大っぴらにするっていうよりも、こそ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 と意地悪をするす。その、えー、Y さんの話、まあ、今までにね、何回、何回とか、まあ、何十回、 もたまあ、とにかくそういったその苦情を聞いてきたわけですよね、立場上ね。それでその、例えばですね、まあ、今うるさいですけども、当時はその枯れ葉なんかできますと、庭先で焚き火して枯れ葉を燃やしますよね。そうするとまあその風、風向きを考えて焚き火をするんだけども、風向きが変わって、煙がですねほんの少しでもその X さんの方に、まあ、入るとですね、まあ、X さんはすぐその、 パトカーを呼ぶって言うんですね。そこはその勤め先のね、まあ、検察庁の、まあ、一応、に勤めてましたからね、そういったそのことはよく知ってると言いますか、友達も警察に行ったんじゃないのかなと思いますけども、まあ、とにかくパトカーを呼ぶってわけですよ。まあ、そういうことが積み重なって、ですねで、Y さんはとにかく、まあ、こうした問題が片づかないと、ですね、まあ、ここに休めないからということで、本当に引っ越し部で考えられたんですね。 それだけで引っ越しするともう大変なことだったということで、まあ、ずっとまあその我慢してそこにおられたわけです。それはまいろんなことされたみたいですね。あの例えば、石を投げられてね、そして窓が屋根瓦が割れた事件とかね、それからあの息子さんがいらっしゃいましてね、高校生のそそれでなんかその。 何かまあやっぱりことでその Y さんの息子さんがですね高校生の時に何らかのことでまあ X さんを怒らせたみたいなんですねそうしましたら R 朝起きたらねえ自転車の前の車輪と後の車輪に 穴が開いて、パンクしてたって言うんですよね。学校行くの遅れちゃったとか。まあ、そういったこともあ、まあ、とにかく立て続けに起きてたんですね。それで、まあ、Y さんは、最初からその X さんを疑ってたわけじゃないんですけども、まあ、あまりにも多いということでね。それで、猫を飼ってたんですけどね、Y さんね。それで、その猫も、あ,のある日、パチンコに撃、まあ、たれてね。 で、足、まあ、が動かなくなってしまったんですよ。で、えー、動物病院に連れて行って見てもらったら、あの関節のところにね、石,あの石が入っていると。で、それが石が原因で、それが、まあ、あの猫が歩けなくなったということで、まあ、その猫はまもなく死んでしまったんですね。で、もう一匹猫を飼っていたんですけども、ある日、毒を食べてね、そして死んでしまったということもあったりしましてね。とにかくもうそういった事件が頻繁に、頻繁にというか、まあ、 っていうかまあよく分かりませんけど、とにかく、まあ、話をするたんびに Y さんがそういう話をするわけですよね。まあ実はこういうこともありましてね。もうあの人がやってで、私も、ね、実はですねそういうあのー、近所を、ね、あの散歩中にですねその X さんがですねあのパチンコ持ってね、あのー、塀の向こうからね塀,の向こうというか塀に隠れてね隣の方に向かってそのパチンコ打っているところ1回だけ見かけたことがあるんですよ。まあ、そういったことでまあその Y さんの話。 をね、あの信用したというかあああいうことやる、ああいうことする人なんだなということで、まあ終わって、終わったというか、どうしようもありませんからね。で証拠がないんですからね。それでもっと、あのそれでその何だったかな、とにかくあのいろんなことがこじれましてね。それでまあ,あのある日、Y さんが X さんに何か購入をしたらしいんですよ。で なケ、ね、喧嘩したんですよ、喧嘩というか、まあ、Y さんは穏やかな人ですから、大声を上げて喧嘩するってことはないんですけども、X さんの方は結構大声を上げて反論するような,人なタイプの人なんですけどもね。それで、その1週間ぐらいに経ったら、自分の塀の外に、その 木紙ががいてて燃やしたた跡があったっていうんですねそれがそのぼーっと燃えたようにその黒い炭となって塀にシミが残ってたんだそうですよ。それでまあこれは放火だということでまあ警察の来てもらって調べたんだけども結局まああの犯人のね犯人というかそういうことをした人がわからなくてで、まあ、私はだけどまあ Y さんの方からそういう話をまあ,あ そのっと聞いてましたからね、えー、私も注意してみ見て見、て見て注意して,てあげますよと言ったけどもね、まあ、家も結構離れてるもんですから、当時のことですからね、まああのああ、直接見聞きするってことはありませんでしたし、それ以上ね、そのまあ、中に入るいこともなかったわけですけども、ともかくその X さんという方が Y さんに対して、うん、次から次へとこう意地悪をしたみたいですね。でそういったことで、まあ、その X さんがですね、 えー、去年の10月ですね、1900、2015年の10月頃に亡くなったんですよ。で、まあ、まあ、なんて言いますかね <laughs>、えー、年齢がね、やっぱ90歳近くになっていたわけですよね。ですから、まあ,あ、でも健康だったみたいですね。あのー、すごい健康で、病気らしい病気もほとんどしなくて、うん、まあその年齢になられてたんですけども、本当に突然、あのー、 倒れてそのまま、まあ、亡くなってしまったんですね。それで、まあ、それはあの、まああののま私も知っていました。回覧版でね、そういうことを通して、あ、あの X さん亡くなったんだな。でもないしではね、<laughs> Y さんよかったななんて思ったぐらいですからね、あ亡くなったんで、まあ、そういったそのい,いじめとていうか嫌がらせはもう亡なくなる,だ,なくなるだろうなってことは思った方が記憶にありますよ。それでですね、あのー、それで終わって、それでその、まあその X さんの まあ、奥さんはね、奥さんはこれまたいい人でね、本当に人格者で、まあ、なんて言いますか、旦那がああいう旦那なもんですから、その反面教師としてそういう素晴らしい奥さんになったのかなっなてね、考えてますけども、それでその奥さんと、まあ何らかの形でまたあの、ちょくちょくとね、行き来っていうか、あの、通りで買わせたりして話をするんだって、ということで、また、あの、まあ、だけどもね、あの、別にあの、 そういった立場じゃありませんのでね、X さんの奥さんと、まあ、亡くなった後ですけどもね、亡くなる前まではそ,それほど親しくはなかったんですけどね、通りであって毎拶する程度だったんですけども、亡くなった後は今度奥さんの方からね、いろいろと話しかけてくださいましてね、それでこの話をするようになって、それで私はね、ある日行ったんですよ。懸念の終わりごとだったと思うんですけどもね、その X さんの奥さんにね、実はね、あの奥さん今、今でこそ話せるんですけども、あの証拠があるわけじゃないし、あなたのね、旦那さんを疑ってた。 わけけでももないんだけどもしかし、まあそのこういういろんなことがありましてねーって話の中で、あのぼちぼち,ぼち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 話してたんですよ。そしたらまあその時はね、その奥さんはすいません、すいません、私の夫はそういうタイプの人かもしれませんねーと言って、まあ、黙っておられたんですよ。そして、まあごく最近ですよね。で、ワイフがですね、私のワイフがこの、X、さん亡くなったエクさんね、あのの奥さんと、その、 通りであって、そしてまた、X、さんんの話になったただそそうですよ。そしたらまあ私が話したことをね、エクさんのお奥さんがですね、それを覚えていててるていう話になってね、えー、その、年は10歳近く離れているんじゃないかと思うんですけどもね、とにかくもう80前後ですけどもねあもうちょ、もうちょっと若いのかな、75、6かな、まあ、そのぐらいなんですけども、とにかくあの奥さんがですね、私のワイフに話し,話し始めたこと、話したことをですね、今度はその まあ、ワイフが私に話してくれたわけですけども、その私がそのエクサのことを、そのエクサの奥さんに話していろいろまあそういうことがありましてね、と、で今でこそ話すんですけど、あなたの家の裏,裏のね、ワイさんがね、大変まあいろんなろんことがあって、で、引っ越しまで考えて、ね、いろいろ悩んでいらっしゃったんだけども、まあ、特にその証拠があるわけじゃないんで、まああのね、あの失礼なことになるかもしれないけども、そういうことがいろいろあったみたいですよって話を私がまあしたわけですよね、立場上ね。 そうしましたら、その話を覚えていてね、その話を今度はそのエクさんの奥さんが、その私のワイフに話したんですね。それがまた私にとっては衝撃的だったんですけどもね、こういうことなんですよ。実はね、って話に入ったと思うんですけども、私の夫はね、大変心がいじけてましてっていうことを話されたわけです。そしてその私はそれは近くでそれを見てて知ってますってことを言って、そしてその奥さんがこう言われたんですね。 まあこれ一言でまあ全てを語っていると思うんですけども、その X さんの奥さんがね、実はああいう人だということが分かっていたら、私は結婚などしなかったんですけどね、って言ったんですよね。分かりますかこの意味ね。まね。そういう人だったと。そういう人だということが分かっていたら、私はあの X さんね、X という夫とは結婚しなかったんですけどね、ということをしみじみとその話したということをワイフが聞いてね、あんたね、あの、 今日は初めて分かったんだけど、奥さんそう言ってたよって話をして、えっじゃあ奥さん知ってたんだってことになったわけですね。つまり、その、まあ、X さんという方がですね、まあ、心が大変、まあ、いじけて。 昇進というかね、そういったことをする人はまた昇進者なんでしょうけども、意地悪をするタイプの人だということを、その奥さんは知っていてね、まあ、うちの主人はそういうことをするタイプの人なんだよということを、まあ、にわせながら、そういう人だからね、そういうことが分かっていたら、実は私も結婚しなかったんですけどね、って話をなさったですね。まあ、それは奥さんとしてはもう、えー、結論のような、人生の結論のような話になるわけですけどもね。で、 そのあなるほど奥さんしてたんだということを考えたときにですね初めてその奥さんがですねその旦那のその老いたちの話をしたんですよでそれをまあその時初めてワイフが聞いてねその話を私にしてくれたんですけども実は私の夫はねその子供の頃にお母さんが愛人を作って家寮してしまったとでその結果まあお父さんがまあのその その先でね、仕事してたんだけども、この地元の浜松へ戻ってきて、ここに住むようになったんだと。それで一人姉がいたんですけども、その姉もね、どっかへ行ってしまって、それ以降ほ、ほとんどどていうか、まあ、会ってないというようなことを言ってましたね。あのそういった状況なんだよって話をして、まあ、その、まあ、そういう冒頭に話した、その話、人のこと、 につながってくるわけです実はその冒頭に話しました幸福なうちはみんな同じだけども不幸なうちはみんな違うんだよっていうのはそういう部分で、うん、そしてその冒頭に話しました大変不幸な人がいましたよって話で話したのは実はその X さんのことだったんですよねでまあそのなるほどそうだったのかってことで初めて私はですねその何て言いますか X さんの一連のまあな話に繋がっていたわけですというのはですねそうもそうもね人間っていうのは まあ、ある意味でね、普通に育っていれば、そうも意地悪な人間にはならないわけですよね。わかりますかね例えば、私はその、例えばねその、小学校3年生の時にお人形を抱いて寝たとかね、あるいは小学校5年生の時にね、A さんのノートにその落書きをして、やってはいけないことをしてしまった。 程度ならま、まだ、あ、救われると言いますか、そ,れをそんなこともやってもいけないんですけどもね、まあ、そういったその自分がなぜそんなことをしたかという背景の中には、その父のね、そのやっぱり酒飲んで暴れて知らんだったとかね、まあ、そういった戦後の混乱期の中で、えー、自分があんまり育って、でも、ど、ま、う、あ、なってますかあー、どさくさですよね、はっきり言えばね、もう本当に食べるだけで、親たちも食べるだけで精一杯というような生活環境の中でもったらかして育ったという。 部分で自分というその意識桁、日に暮れた自分がどこかに生まれたわけですよね。 しかし、まあ、X さんが経験したその状況というのは普通ではないですわね。ま,あ、まさにその家庭崩壊といいますか、家族崩壊といいますか、まあ、普通はあってはならないような家庭環境の中で、まあそのね、お母さんが子供を捨てて出てくるということは、まあ、一般的な社,社会的な通念から言うと考えられないことかもしれませんけど、実際には5%前後の、ね、母親というようなことも愛していませんからね。 愛情そのものが感じられないという、まあ、母子関係ってお母さんっていうのもいらっしゃるわけですよね。それはあの統計上そういう数字が出てますけどもね。私の調査では7%ですけどもね。まあ、要するに、ですからまあ母親だから子供を愛しているはずというはず論だけで、まあ、そういったそのお母さんを考えてはいけないということですね。それはもっと深いその問題を抱えているということですね。まあ、もっとそのいわゆるその表面的なその現象だけで、 つらつらつらっと理解できるようなそのものではないということです。まあ要するに、そういったことですから、お母さんがエク、まあ、さンを捨て,て、てまあ愛人愛人というかね、まあなんていうかさ出て行ったというのも、やっぱり何かあったんだろうし、そのお母さんだからといって責めるわけにはいかないんですよね。そこに至る過程、プロセスが、ね、いろんなことがあると思いますからね。ですから、結果だけを見て、人やほやだななんてね、そんなこと言っちゃいけない。それは、あのそうせざるを得ない、まあ、 状況が、まあ、積み重なってそうなったということですよね。あくまでも結果だということなんですよ。それでまあ、その浜松に戻ってきて、お父さん一人じゃ育てられないかということで、おじいに預けられた。で、お姉さんはまた別の親戚に預けられてったということで、家庭は数々がバラバラになってしまった。そして、まあ、その頃、まあ、高な少年期から青春期。 青春と言いますかね、えー、青春時代に入っていて、当時に戦争がまあ戦争の中になってくるわけですけどもね、そういった中で、まあ、あの大変その緊張した状況の中で、まあ、X さんという人ができてきたわけです。まあ、言い換えますとね、私はだからといってその、X さんを、だからといってのはですね、その隣の Y さんに対して、そういったその繰り返し繰り返し意地悪をしたという、その、y、X さんを擁護、まあ、あはしませんけどね。 あのそれは仕事もね結構あのまる、あまあ、いわゆる刑務官ですからね拘置所の刑務官ですからその裏に今、ま、何、あ、て言いますか、あのー、しっかりとした仕事の中で自分というものを変えることもできたんだろうしまたそういったそのねいわゆるまあ 立場というものはあるわけですからね、まあ、要するにまあそういうことはまあ別にして要するにまあだからといって X さんの行為がまああの容認できるとか善認できるとかっていうことじゃないんですけどもしかし X さんがそういった行為を、ね、繰り返し繰り返ししたという背景のその向こうにはね X さん自身でもどうしようもないその いわゆる子供時代があって、そうした子供時代の中からまあ作られてきたんだな。まあ、子供時代という方は、お,そらくそのお,お,お母さんが、ね、愛人を作って出る前の、いわゆるまあど,んなどんな離婚でもそうですけど、離婚そのものは子供には影響を与えないんですよね。いわゆるまあ離婚を与えるのは離婚に至るその家庭内騒動が子供の,その 心に影響を与えるってことこなんですですから、まあ、あの離婚するのはするでですね子供に影響ないところでさっさと別れて明るくバイバイというような離婚であれば子供の心に影響を与えないんですけども、まあ、当時のことですから、まあ、いろんな、ね、その問題が積み重なってぐチ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 グががガ,ガ,ガ,ガやって、まあ、いわゆる修羅場を経験してそして、まあ、お母さんがそういった行為に走っていったということになるわけですね。そのプロセスが子供に暗い暗いい 心の影響を与えるわけですよね。それがその X さんという人をして作ったわけです。ですから、X さんそのものを責めるっても意味ないわけですね。X さんは、とにかく戦争も経験しているしね、先ほど言いましたように、冒頭で言いましたように、戦争そのものはね、もし短期間であって短期間で終われば、それはそれでまあ、その次の世代にまで影響を与えるということはないのかもしれませんけどもね、それがじわ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 ,じわと続いて、そしてそれがですね、子供の心を蝕んで、そして子供の心の中に暗い影を落とすということですね。もちろん基本的信頼関係。 なんていうものは望むべくもありませんからね。まあ、夜に親たちも食べていくだけで精いっということね。家庭教育だとかね、それこそ家族旅行だなんていうものはね、まあ当時の私たちの世代にはありえないことですから、今逆に言いますと、親は子供にサービスをしすぎですね。もっともっとほっといてもいいと思いますね。まあ、どなたかこの前もね、あの書き込みの中にありましたけど、子供の栄養だとかなんとかってごちゃごちゃごちゃ言ってる親がいるけども、私は子供というのはお茶漬けだけ食べさせてあげましょういいと思うんですけどね、なんてあの書き込みがね、あの、 の YouTube の方にありましたけども、そこまではずっと言い切れませんけども、しかし、とにかく今はですね、あの手をかけすぎですね、もう本当にこう、う私の時代から見ると、もう想像もつかないほど、えー、子ども様々、様々、様々、かけるまた様々、様々、様々という感じでね、もう本当に子ども中心というか、ここまでもう気を使わなくちゃいけないのか、ここまで手をかけなきゃいけないのかという、まあ、どうこうして、まあ、私は手をかけすぎてるんじゃないのかなというふうには思いますね。 いわゆる、まあ、ほったらかしても子供というのは逆に言いますとね、私のように育っていくということですよ。まあ、育っていくからあの、別にねあの、いい意味で育ったとかそれは分かりませんけど、とにかく、ほったらかしても育っていくもんなんですよ。まあ、要するにね、それはまあ不幸か不幸,不幸でないかということになりますと、それはですね、相対的な問題ですからね。あとになって、ああ、私は不幸だったなって思うときはありますけどもね。しかし、それにとって、あとになってね、それでまあ、 左右にいる人と比較して、そうだったなと思うわけですからね。ですから、まあそれが不幸だとか幸福だということは考えないわけですけども、それはべての環境で私ですからね。みんなそうだと、こういうふうにも思わなかったけども、みんなそんなもんだろうなというには思ってましたけどもね。と、みんなそうだな,だなって、ね、思ってましたけどもね。まあ、要するに、そういった環境の中で、えーまあ、まあ要するにそのエクさんティションができて、そしてそのエクさんという人のね心が歪んでいって、そしてまあ、あの そういった行為に出てくる。だですから、まあ、行為そのものはね、決してその、ね、パチンコで猫を殺したって話とか、蛇を投げ込んだ話とかっていうのは、それは許されるべきことじゃないかもしれませんけども、まあ、X さんには X さんなりのね、まあ、そうせざるを得ない、えーまあ、原因って言いますかね。 そういうものがあったということなんですね要すね要るに、ね、でそういったことが分かってくるとね、当時ね、Y さんの方から相談を受けるたんびにですね、私が仮にどなりこんで言ってやりましょうかなんていうこともね、言った部分があるんですけども、まあ、Y さんはね、お高い方なもんですから、そういうことはなかったんですけども、まあ、そういったとこまで、まあ、あそういうこともいろいろあったんですとにかくねで。Y さんがそういうふうに話しかさると、 ででまあ、今から、今その時はね、本当に X さんっていうのはひどい野郎だななんてね、えー、自分で思ってたこともありますけども、結局証拠がないんですよね。その、まあ、隣ですからね、Y さんが X さんの裏に住んでましたからね、塀を小さい塀、まあ、があって、その塀を挟んで裏に住んでましたからね。ですから、そういった直接的な証拠っていうのはほとんどないんですよね、もちろんないわけですね。ですから、その状況証拠だけでね、相手をまあ犯人に仕立てて、同行ということはそれはできなかった。 しかし、まあ、内心では、まあ、私は、ね、そういう話を聞いてましたから、X さんという方はまあ要注意だなとかね、まあ、自治会なんかでも顔を合わせてもね、あのー、警戒したっていうようなことはありましたね。 まあ要するに、あのー、そういったその X さんだったんだけども、まあ、変な人だ、変な人だと思ったんだけども、その、まあ、亡くなってね、今年になってからあ、ワイフがね、その X さんの奥さんと立ち話だったんだそうですけども、話を聞いてね、なんだ、そうだったのかと。で、奥さんがね、しみじみと、まあ、いい人と分かっていたら、私は結婚なんかしなかったんですけどね、ということを、X さんの奥さんが言ってたよということを、ワイフが私にまあ話してくれたわけですよね。ですが、それを聞いたときに、 なあのまあね、そのそれ、それとプラスね、その、エクさんの、その、おいたしって言いますかね、お父さんが、あお,母さんお,お母さんがね、ああ、まあ、駆け落ちして出てった話もついでに聞いてきてね、それで、まあ、そういった不幸な家庭に育ったんだよって聞いたときにね、私は、ある意味で、ふっと安心しましたね、それは。なぜかというと、先ほどちょっと前、Y さんの話だけ聞いてますとね、本当に人間っていうのは、小悪って言いますかね、あのー、 現在的に悪い人間もいるんだなって、ね、考えましたけど、そうではなくて、エクサはエクサなりに、ね、やむを得ない家庭環境の中で、まあ、そういった人間に作られていったんだなと。もしエクサンが、ね、そうでない、まあ、普通のっていう言い方はちょっとまあ語弊がありますけども、もそういったその心配のない、不安のない、まあ、心豊かな家庭で育っていたら、別のエクサになっていただろうなということが逆に分かるわけですね。それが分かったときに、エクサに対する、なってますが 印象っていうのは、まあ、ガラッと180度変わったということはありませんけどもね、ガラッと崩れて、同時に安心しましたね。というのは人間というのは元から、ね、生まれながらに悪い人というのはいないんだなぁと、一見その話だけ、Y さんの話だけを聞いてますとね、本当に X さんという人は悪い人だなとうう思ったんですけども、まそういった家庭環境の中で、そういったその ことが分かってね、まあ、あの人間というのは、そうしてまあ環境の中で作られてい,くいきますからね。ですから、本当にまあ悪い人はいないんだなと、ああ、よかったという感じでね、まあ、安心したという意味はそういう意味なんですよ。あの決して誤解なさらないでくださいね。あのいわゆるまあ仕方ないんだなということになってきまして、今度は自分の話に戻ってくるわけですよね。で、私が小学校5年生の時にね、A さんのノートにガキャガキャ,キャッと落書きして、そしてその A さんを泣かせてしまったんですよ。 で、実はですね、まあ、そのことが私にとっては、なんていうかな、おいりに,につけですね、えー、自分の心を塞いでいたことは事実なんですね。なんであんなことしたんだろうって。でも、まあ、いつかね、同窓会で会ったら謝ろうかなと思ったんですけども、その A さんは中学校入る頃にはまた、どうか別の年にね、お父さんが中学校の先生してましたからね、転勤していって、それ,はそれ以来ね、もちろん、あ、そういえばね、今思い出した。 そういう風でありながら年賀状は交換してたんですね、あれ。不思議ですね。そうなんですね。中学1年生ぐらいまで年賀状交換してたんですよ。はあ。<laughs> なんでかし、なんで、なんででしょうね。まあ私がしつこく年賀状を出したので、その返事が来たのかもしれませんけどもね。まあ、ともかくも今思い出しましたよ。 で,まあ、ですから、まあ、泣いたんだけども、それ辺のつながりがあったということでね、まあ、いいんですけども、まあ、いつかね、A さんに会ったら、同窓会か何かで会ったら、謝りたいなというふうには、ずっと思ってきましたけども、えー、現在68歳になりましたけども、とうとう A さんには一度も会うことはありませんでしたし、会、まあ、ったらね、そのノートに落書きしたことを謝ろうというふうには思ってましたけども、その機会もありませんでしたけどもね。で、そういった自分を、まあ、客観的に判断していますとね、で、私自身もやっぱり、 ある意味でふっと安心する部分があるんですね。というのは、私自身も結局は家庭環境の中で作られたんだな、というふうに、まあ、今にして思うと分かるわけですよね、それは。しかし、まあ私はね、邪悪な人間だというふうに、ある時期は思ったこともあるんですよ。林広島は邪悪な人間だと、まあ本当にこう、どうしようもない邪悪な人間だというふうに思い込んでいた時期もありますからね。まあ、しかし、まあまあそういったことで、あ そういったことってことは自分は、ね、その子供を教える立場で子供たちを眺めてきて、あこの子供は私に似てるなと。で、子供は、ね、誰かのノートにそれでガガガと打書きすると、ああ、こいつ俺と同じことしてるなとかね、そのよういうのにしょっち思ったりしたことはありますからねえ。で、まあ、思うことありますから、打ン器だけじゃなくてね、わざ,わざと意地悪してみたり、春期の子供っていうのはそういうとことがありますからね、好きな子にわざ,わざと意地悪したり、泣かしたりってことはよ,ちよ,く,よくあるんですね。自分に関心を持ってくれないものですから、人心からそういった行動に出るのか分かる かりませんけども、ね、ともかくも、そういった行動っていうのは珍しくないことです、こその後、まあ、こういった世界に入って分かったわけですけどもね。で同時に、あ私はその決してその、ショッからの、ね、根からの、いわゆる邪悪な人間ではないんだという意味でね、ね、まあ、ある意味で安心した。 とということになってくるわけでそれが、先ほどそのエクんの話とオーバーラップしてね、あそのレッカーのね、悪人はいいたわけじゃないんだと、エクんだって懸命に生きてきて、そういった中で、えー、自分というものは作られて、意地悪でね邪悪なまあ見た目にね、邪悪な行動を繰り返したんだなということは分かって、まあ、安心したと同時に、それは同時に、私自身の安心感へとまたつながっていたということも実はあるわけですね。まあ、そういった話を、まあ、今、しみじみと思い出しましてね。あのー まあ、この辺で結論の話をしなくちゃいけませんけども、要するに、まあ、自分という人間はですね、自分というのは、まあここ、皆さんもそこにいらっしゃる、私もここにいる。しかし、えー、自分という人間はですね、まあ、その自分とは離れたところで、えー、自分というのが作られていくわけですよね。それに、まあ、どう気がつくか、どう立ち向かっていくかということが、まあ、自分というものを知るために、えー、大切な、まあこ ことなんですよね。それはまあ自分というものをど,どう客観的に評価し、そして今ある自分というものがどういう人間になった、そしてそういうその私っていうのはどこでどのようにして作られていったんだ、そしてそれは本当の私ではないんだというような立場でまあ、観点でね、立場でも観点で自分を眺めてみて、そしてまあ皆さんの中にもそのいい面もあるし悪い面もあるし。 ね、素晴らしい面もあるし、邪悪な面もあるわけですよね。まあ、しかし、まあ、素晴らしい面は素晴らしい面で結構ですけども、邪悪で、まあ、嫌な面もあると思いますけど、それが、まあ、決してあなた自身の責任ではないという意味でね、自分を静かに眺めてみることも必要じゃないのかなというふうに、まあ、これ結論的な話になりますけどもねあの、結論的な結論もそろそろ時間ですから、結論を話さなくちゃいけませんけども、そういった自分というものは、まあ、見えてくるということではないでしょうか。 まあ、自分を知るということは、そういう意味ではね、実に奥が深いということなんですよね。で、まあ、冒頭で言いましたように、父がね、酒飲んで暴れたのも、当時の私には理解できなかったけども、自分がですね、四十歳、五十歳になってきた時に、初めてね、おいわゆる、まあ、生活って言いますかね。三人の息子を育てなくてはいけない。明日は今日、病気で倒れたのおしまいだというようなせ切羽詰まったね。そして、まあ、あの。 まあいろんなことあったんですよ、とにかくね。でそういった自分の中で追い詰められて、まあ、苦しんだ時期もありますけども、父もやっぱりそういった立場で、ね、苦しんでいたんじゃないのかなということは、今というか40ぐらいの時に分かったんですけど、ね、その時に父に対する恨みも消えましたけどもねあのあ、父も頑張ってたんだな、苦しかったんだな、寂しかったんだなということが、まあ、その自分が今度その立場に置かれた時に分かるようになったわけですよね。 でまあ、そういった意味でまあ、だんだん安心したというわけではありませんけども、もま一、あ、も決して悪い人間じゃなかったんだなっていうふうに思うわけですよね。まあ、要するに人間っていうのは、まあいろんな家庭は家庭のありますよね。本当にね。皆さんの周りの中にも周りにもですね。まあ、幸福な人も。 いらっしゃるし、不幸な人もいらっしゃるけども、まあ、しかし、基本的には人間には悪い人はいないということではないでしょうかね。悪いと思える,思える部分というのは、結局はその人自身の力ではどうにもならなかった部分で作られていくということですよね。結、ま、局、あ、大切なことはですね、まあ、これ結論ということになるわけですけども、これがまあ結論になりますよね。やっぱり、その大切なことはですね、そうした自分に気がつかないまま、いつまでもいつまでも自分に振り回されることですね。 しかし、えー、自分がですね、まあ、自分がどうしてこういう自分になったんだろう、どうして嫌な面があるんだろうということをですね、まあ、いろいろか考えていって、どうしてじ今の自分ができたんだろうということをね、考えていって、それに気がつくということが重要なんですね。気がつけば、まあそれはすぐにね、人間というのは、その… 漫画のようにね、パッとこう切り替えてね、いい人間になるってことはありえないと思いますよ、それは。しかし、気がついてて、そういった邪悪の自分に振り回されぬと、気がつかないまま、自分邪悪な自分に振り回されるのとは、これはもう全然この、 立場が違いますからね。もういろいろなって言いますか、その自分を客観的に見,見ながら、そして自分の邪悪な部分に、やっぱりそれを振り回されますよ。今でもね、そのわざと意地悪するということは、ワイフに対して妙がありますからね、<laughs> しょっちゅうまあそうやって意地悪をしながら、自分というのは泣いたういう意味では、見た目に私は林印は邪悪な人間ですけどもね、しかし私が邪悪になったのは、まあ、そういう人たちの自分の生い立ちね。 子供時代っていうのは大きく影響してるんだなっていう意味でね、わかるようになってからは、まあ、同じように邪悪は邪悪なんですけどもね、知っていて邪悪な自分が出てくるっていうのと、まあ、邪悪な行為をするっていうのとね、あるいは知らないでまあ振り回されるっていうのはこれは違いますからね。ですから、そういった意味でね、自分を見つ,見つめていくっていうことが大事なのかなというふうに思います。 まあ、ということで今日はですね冒頭でエクさんの話をしました不幸な家庭に座って、まあ、家庭だったんですねそしてそれずっと話を通りましてそしてそのなんて言いますかあのまあねあの去年の10月の明け頃ですね亡くなってそれで奥さんからいろいろとねまあ話を打ち明けていただきましてね本当に私自身も救われましたしね本当に悪い人間っていないんだエクさんだって結局はあの時代の戦時中の、まあ、不幸なねあの時代のいわゆるまあ申し子といいますか犠牲者であったんだということが分かりました かってねまあ実は安心したということですですからまああのー、その後ねあ市場軍事がありましたので、えー、市場軍事にはあの出させていただきましたあまあねはい <laughs> ということでね、あのー、わたかまりも消えましたしそうだったんだなぁということでねまああのー、その時はねあのー、まあそれはあのー、前後しますけどねあのワイフがその話を聞いたのは最近ですけどもまあその時はねあ 自治会の仕事もしてましたので、今もし,、まあまあ、してるというかね、そのやっぱり古株ですからなんなんてかんない、いろんなことで関わ,関わり合っちゃうんですよね。まあ、いいんですけども、そういったこともあの経験しまして、まあ、今はね、あのまあ、特にワイフの話を聞いてから、あすっきりしました。まあ、皆さんもあの自分を見つめる、自分の中に別の自分がいて、その自分というのは作られていくんだということを分かるだけでも、まあ、人生有意義に。 生きていかれるんじゃないのかなってね、そんな生意気なこと言ってたりしてるんですけども、そのように思います。ということで今日は、あまあ、タイトルがね、えー、自分を知るっていうタイトルをつけましたけども、まあそういう話を、この、まあ、なんかボソボソボソ話して、えー、言葉の使い方も不適切だったと思いますけども、あーまあ何かの参考になれば嬉しいです。ということでちょうど時間になりましたので、今日のビデオで終わります。えー、今日日日曜日ねあ、本当に素晴らしい日でした。それでは皆さん。 Bye.